報道新聞社政治部から取材も終わり記事もできたので、子どもたちは見出しや紙面のレイアウトを考えていきます。政理部の清松敏郎記者に教えてもらいます。こんな風にできています。新聞っていうのは、まあ、皆さん、もう経験したと思いますが、新聞記者の方がまず取材に行って記事を書きます。でその記事を本社に持ち帰って、実際にこの紙面というものを作るんですね。僕らはこれをみんなに読んでもらえるように、みんなに分かりやすくするようにするのがまず仕事なんです。具体的に言うと、この紙面の中にいろんな記事以外の要素がいろいろありますよね。取材してもらった記事をもとに、それの見出しをまず考えてもらいたいなと思っています。見出しっていうのは、その記事を要するに、簡単に読めるように、最後まで読まなくてもこの見出しを読めば何の話をしているかすぐ分かる、そういうものが見出しなんです。これを見るともう北朝鮮が五輪に参加しますよっていうことも分かるよね。これだけ読めば、この記事読まなくてもなんですけど、これをだらだらと長い文字で、例えば20文字30文字で書くこともできるけど、そうすると今度何を言ってるかがかえって分かりにくくなっちゃいます。そのために見出しはなるべく短くコンパクトにつけるというのが僕らのルールとしてあります。具体的にはだいたい8文字から10文字ぐらい、この今回一番大きいところ、ここをまず最初に考えてもらいたいと思います。まずはメインとなる見出しから各班で相談していろいろ出し合います。大体皆さん共通しているのは、まあ、僕も言ったのあるんですけど、どうしても塚原の話ですよね。今回皆さん住んでいるこの地域の話を、新聞読んでる人たちに知ってもらいたい。そのためにやっぱ塚原っていうのはどうしても一つキーワードとしては必要だね。じゃあこの中でちょっと絞ろうかなと思うけど、いいかな。じゃあ2、3、4、5、6、7、8人、8人かな、違う、締めて、たらもう伝えあったらもういいかな。じゃあ調べて、じゃあこれでいきたいと思います。意見を出し合って大見出しは伝えたい美しい塚原に決まりました。ルールに気をつけながらそれぞれの見出しを考え直します。ということで、これを、皆さんに今度、見出しにして書いてもらいたいと思います。これを書く見出しも分かりやすくて良い見出しになりました。新聞作りに楽しく参加できて楽しかったです。でこんなに大変だとは知りませんでした。塚原のことをあまり知らない人に知ってもらいたいです。自然が好きな人とか町とかにいる人によく見てほしいです。次回はついに子どもたちの新聞が完成します。塚原のことが詰まったみんなに伝えたい新聞ができたかな？お楽しみに。